シャオロンポー、シャオロンポー問題は、シャオロンポー問題は、我が県のみならず、我が県のみならず、日本中の問題じゃないですか。電子レンジ、電子レンジ、フライパンで焼いても、同じやと思ってずっと食べてきたんじゃないですか。俺はね、そういう問題を解決せんがために、この世の中を、シャオロンポ食べます、シャオロンポ食べます。まあということで、今日はこの天津閣焼きシャオロンポ、小籠包、日本ハムですね。はい、日本ハムです。はい、作り方ですが、フライパンで、テフロン加工のフライパンで焼く場合と、電子レンジで、500ワットから600ワットで、10個だと2分20秒。フライパンで焼いても電子レンジで温めても同じです。お、焼き目がついてるんだね、ほらね、だから焼きシャオロンポーなんですね。あ、これがあれですか、タレですか、タレ。2分20秒。いいね。じゃあいただきます。熱そうだな。中、この皮を破ると普通スープが出てくるんですが、さすがにこれはそうでもないよな。だからこの皮の中にタレを入れてスープが入ってるように見せかけて食べます。あ、熱い。ニラニンニク臭いな。熱々です。やけどに注意。ちょっと生地が厚めで、ちょっともちもちした感じですね。もう普通の中華料理屋で食べる小籠包より、炭水化物率が多いというのが、この生地がちょっと厚めで、ちょっと厚めでもちもちしてますからね。中華料理のやつは結構薄い生地で、こうやってなんかこう皮を破ると中からスープがじわっと出てくるやつ、あれとはまたちょっと違うじゃん。まあこれはこれでいいやな。電子レンジですぐできるから、簡単でいいやな。天津閣の焼き小籠包でした。終わり。つうか暑い今日。